日本国憲法、この国の最高法規なんですけど、その中で13条ってものがあって、その13条っていうのは何かって言ったら、幸福追求権って言われるものなんですよ。で、書かれてる中身は何かって言ったら、個人を尊重しろって書かれてるんです。当然ですよ。だから、親の介護のために自分の人生が何かしらもうむちゃくちゃになっちゃうとか、絶対あっちゃダメなんですよ。で、ヤングケアラー、若い人たちが、自分の幼い兄弟の面倒を病気の親の代わりに見続けるとか、本来ならばその年齢の子供たちが遅れる子供時代みたいなもの、そういうものを取り上げられてしまうような状況とか絶対ダメなんですね。個人として尊重されるっていうことがこの国では様々犠牲になっている状態だと、憲法13条違反っていう状態にあると思いますね。国は何考えてるかって言ったら、もう全部お前らでやれやってことのスタイルに持っていこうとしてるんです。自助、共助で何とかやれ。自助、自分でやれ。共助、周りに助けてもらえ。で、公助、政治の役割。この三つあるときに、この公助だけはできる限り語らないっていうか、悪い、コストはお前らのためにはかけへんぞっていう姿勢なんですね。当たり前やろ、家族のことは家族で見るって、っていうような、なんかちょっと道徳じみたことを言い出して、それでなんだか納得させようとしてる。生活が厳しいんですけど、みたいな。当たり前やん、お前頑張れへんかったもんな、みたいな話にしていくっていう。もう、本当に申し訳ない。政府という皮を被った強盗団みたいなね、ギャングみたいな奴らに乗っ取られてる国なんですよ、この国は。目覚ました方がいい。そういうことなんです。で、このギャング団が憲法を改正したいって言い出してるんですね。で、その憲法を変えたいって言ってる中身が本当にゴミみたいな内容なんです。ごめんなさいね。ごめんなさい。素晴らしい内容だと思ってる人には、本当に申し訳ないんですけど、ゴミみたいな内容なんです。で、どれぐらいゴミかっつったら、これは今の憲法。日本国憲法36条。公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に、これを禁ずるって書いてあります。どう思います皆さん。これ悪い条文ですか？公務員から拷問当たり前の世の中嫌でしょ？警察官からしばき回されたりとか、市役所職員に延髄蹴りとかされたら嫌でしょ？お前入ってくんな市役所にみたいなこと、続きとかされたら嫌じゃないですか。で、連れて行かれたりとかして別室でボコボコにされたりしたら嫌でしょ？昔日本そんなんやったんですよ。そうでしょ？だって。特攻警察。政府に対してなんか物言うやつ。不都合な真実を言う奴らは全員連れて行かれてボコボコにされて、下手したら命を落とすみたいなことが徹底的にやられたわけですよ。だから、その反省があるから、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に、これを禁ずるになったんです。で、自民党が変えたいっていう憲法はこちらなんです。何が変わったかわかります？何が変わったかわかります？これ、さっきと。何が変わったか分かった人、なかなかすごいですよ。公務員による拷問及び残虐な刑罰は禁止する。これ、豚骨ラーメンみたいな話なんですよ、これ。絶対に言うてたものが、もう塩ラーメンみたいなんですもん。あっさりなってるんです。禁止する。絶対が省かれちゃったんです。え、ちょっと待ってって。絶対に禁止違うのって。いや、でも禁止って書いてねえから別にええやんかって言うてるんです。いや、でも絶対にって書いてたらなんか不都合なんて。いや、大丈夫やって。禁止にすんねんからって。怪しいやん、こんなん。やばいよ、こんなんって話なんです。こんな感覚。で、余計、他にもやばいやつあるんですよ。憲法21条って何か。21条を言ったら、表現の自由です。で、表現がとにかく規制されましたよね。戦争、戦前、戦中。自由に物言えなかった。物書けなかった。みんなで集まれなかった。だから、今の憲法では、集会、結社、及び言論、出版。その他一切の表現の自由はこれを保障するって書いてあるんです。素晴らしいやん。最高やん。それでええねん。そう思います。私も思います。で、自民党どう変えたか。これはこのまま、ある一文を付け加えるんです。第2項を作りました。1項はこのまま、2項を付け出して、全項の規定に関わらずってこれ、ちゃぶ台返しなんですね。一切の表現の自由はこれを保障するって言った後に2項を付け出して全項の規定に関わらずってもういきなりひっくり返しにかかってんです。なんと言ってるか。公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは認められない。これをただ単に聞いたら、そらそうやん。みんなの迷惑になるような、そういうようなことをする人たちが、グループ作るのはダメねっつってるだけやんか。って思っちゃうかもしんないけど、違うんですよ。公益、および公の秩序。これ誰が決めんの？権力側なんですよ。権力側が決めるんです。消費税減税しろっていうようなこと。例えばね、今だったら酪農家を救え。ミルクを捨てて牛を殺させるってどういうことや。海外から乳製品を買うために日本の酪農家を苦しめて、毎日吐きさして、で、牛殺したら金やるわって、この国の酪農を終わらせるのかっていう、例えばデモやったとしますよね。当然そんな耳の痛い話やられたくないですよ。その時に公益、公の秩序を害するってことを権力者が決めたとしたら、これもうアウトになるんですよ。表現の自由でも何でもないんです。表現の自由の範囲を決められるのは一人一人じゃないんですよ、もうこうなったら。権力側しか決められないんです。こんなバカな話ある？無茶苦茶なんです。自助、共助。お前なんとかしろ。周りに助けてもらえ。これを極めるために、こういう話になってるんですね。24条もともとは婚姻の話が書かれてるんです。婚姻。これに対して、こんなこと書いてるんです。新設されたもの。家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。次がやばい。家族は互いに助け合わなければならないっていう。なんやこれ、一日一善みたいなこと憲法にわざわざ書き込むんかいなって話なんですよ。そんな、道徳の時間じゃないんですね。何かしたら、当然そうやわって思う人もいれば、当然助け合うもんやろって思っちゃうかもしれないけど、国がこれを憲法に入れたとしたら、当然介護なんて家族で見なきゃいけなくなるんですよ。どんどん今よりもコストカットされていくんですよ。いいですよ。何が何でも手伝ってくれるって言ったって、もうそれはいらんと。俺が最後まで見るんや。それ見りゃいいよ。でもそうじゃなくて、国や行政からのサービスがほとんどない中で、自分が見なきゃいけないんだ、人生犠牲にしてでもっていうようなことになったとしたら、これ介護離職とか介護自殺、他にも何？完全ブラックボックスじゃないですか。家の中でも息もね、つけないぐらいの緊張感の中で、もう殺さなしゃあないなっていう瞬間生まれますよ。近すぎて。そんなこといっぱい起きてるやん。介護殺人。関係ないねんて、そんなこと、この人らには。いっぱい起きてるよ、そんなこと。まあ、とにかく皆さんには金は使わずに、特定の人たちだけ金が回ればいいと思ってる。その理由は何か？皆さんに本当に人間の尊厳守れるような暮らしを提供したとしたら、十分できるんですよ。1年間に100兆円ものお金を予算としてつけてるけど、これだけ30年国が壊れてる状態だったら、もう100兆円の金はつけられるよ。ただし、来年は同じだけつけられるかわからない。もうちょっと減らさなきゃいけないかもしれない。要は、十分に金出していけるだけの余地は、この国にあるのに、どうしてしないか？みんなが安定する生活になっちゃったら、この国、どうしていくべきかってこと考えるでしょ。国はこのままでいいのか、政治はこのままでいいのかとか余計なこと考えちゃうんですよ。そんなものを言う人間たくさん生み出したくないんですね。じゃあどうしたらいいかって、目の前の生活で精一杯にさせるんですよ。目の前の生活だけで精一杯な人たちが増えればどうなるかって言ったら今みたいになるんですよ。30年間奪われ続けてきて、中断され続けてきて、労働環境を破壊されて、取られるもん取られて、サービスほとんど受けられないような社会でも、大して不満も大きく出ない。そしてみんな諦めてくれる。これ完成形ですよ、ある意味で。こっから手厚くしていったら何が起こるかって言ったら、みんなの生活安定し始めて、みんなが自分以外にも目を向け始めるっていう社会ができちゃったら、今の権力完全にこれひっくり返されるじゃないですか。自分たちが苦労して何十年も作ったものが、逆にそれが奪われてしまうようなことにつながるようなことしないってこと。統治する者たち、国をコントロールする者たちってむちゃくちゃ頭いいですよ。もっと小さな争いごとに持っていく。消費税のインボイス制度みたいな。小規模事業者が消費税を払わなきゃいけなくなる。
これをなんとか止めたいんです。アホか、消費税は客から預かってんねんから、それ払えへんの猫ババやないか、みたいな。違うんですよ、本当は。けれども、そういう小さな争いをいっぱい作り出して、そんなこの不条理を作り出した、この上の奴らには何も目が生かさないようにするんですよ。労働環境壊された。で、海外から労働力安いのが入ってくる。賃金上がりづらい、圧力もかかる。俺の仕事が奪われるんじゃないか。そういうような、本当はそうじゃない。どうしてそんな規制を緩和するんだよってことをここに起こらなきゃいけないのに、自分の職を奪うんじゃないかって勝手にみんな疑心暗鬼になったりとかしながら、目の前のこの戦いに集中しちゃうんですよ。分断に次ぐ分断をいくつも作っていくっていうのが自分たちの身を守るための安全なんですよね。今言ってること嘘でも何でもなくて、実際にそういうことが起こってるって話ですよ。お前ら令和新選組が言ってるようなこと現実味ないわ。やれるんやったらとっくに自民党がやってるはずやって。そんなわけないでしょ。そんな親切な方々でした？皆さんのことそんなに愛してると思った？違いますよ。それを考えたときに、こんな腐った社会はこのまま続けるわけいかないんですよ。そんな地獄に住んでたくないから。これ変えられないことだったら私こんなことやってないんですね。だって芸能人やってた方が儲かるもん。今国会議員にさせていただいて、一般から考えればいい所得もらってるけど、芸能人やってる時の方が給料高かったんですよ。給料っていうか所得が多かったんですよ。だから皆さんに信じてくれとか言うことじゃないんですよ。金じゃないんですよ。金じゃないんですよ、これは。このみんなを、この社会を舐め続けてる奴らぶっ倒したいんですよね。で、これぶっ倒せるんですよ。どうしてかって言ったら、むちゃくちゃシンプルなゲームだからってこと。ただのパワーゲームなんですよ、これって。はっきり言っちゃえば。危険してる4割と力合わせたら一気にひっくり返るんです。10代から30代までの死ぬ原因1位、自殺みたいな地獄みたいな世の中と、で、格差がこんだけ広がって、もう、今やもうジャパンアズナンバーワンってとこから転落しまくって、極東の終わった国になってるって。いい加減にしろよって。これだけの国をそこまで貶めたっていう、そしてそこに生きる人々から希望も何もかも奪ってるじゃないですか。イノベーション起きるか、この国で。科学技術は希望があるか、この国に。今の時点ではない。こんな国に誰がしたって言ったら政治なんですね。その政治から、政治によって作られたものは政治で変えられるっていうのが、これが真実なんですよ。だとしたらそれ取りに行こうよって。わかりませんよ、成功するかどうかなんて。でも今の国会の中だけに任しとけないんです。与党も野党も同じようなもんだから。だって30年国は悪くなってきてるけど、ほとんど変わってないでしょ。悪くしかなってないんだから。だとしたら新しいもんをやるしかないんですよ。できるかどうかはわからない。でもやるしかない。そう考えたときに、旗揚げをして3年で8議席になったのが令和なんですね。いけるとこまで行ってやろうと思うんですよ。で、必ずひっくり返してやりたいっていう気持ちを、これは私今も持ち続けてる。だってよくしかなってないから、前にしか進んでないから、皆さんのおかげなんですよ。あなたが力をくれてるんですよ。これ絶対ひっくり返してやりましょうよっていう思いで、中田町でやっております。インボイスをこの状況で入れるっていうような間抜けな考え方をしている政治家たちはやっぱり落とすしかないんですよ。で、今苦しいのを何とかしたいんだっていう気持ちはよくよく理解します。よくよく理解するけれども、私たちが放置を続けた政治の中で結局それらが、形を表したのが例えばインボイス、その一つだと思うんですね。なのでそれはみんなで変えていくしかないんですよ。今自民党の中で、このインボイスに対して何かしらやめるとかっていう考え方があるんだったら、もともと進めてないと思います。スタートを延期してると思う。なのでこれだけ大企業が大儲けしてて、資本家これだけ声太ってるっていう、金持ちもこれだけ多い中で、たった2500億600億の金が欲しいために個人事業の主を潰しにかかるというようなことをやってるんですから、目的はもう明らかなんです。金じゃないんですよ。国家予算から考えたら2500億ってそんなに莫大なものじゃないんですね。それでもそれを進める、これは完全に小規模事業者を潰してもっと安い労働者として社会に流したいんですね。そういう考え方があるっていうことを思えば、今インボイスが止められるかっつったら彼らでは止められない。だからこそこれは変えていく必要がある。一方で令和新選組だけじゃないんですよ。インボイスってものやめろっつってんのは、消費税っていうものに関してはばらつきがあります。廃止を言ってるのは令和、
まあその他にも 5% だったらいいとかいろんな政党がいるんだけれども、インボイスやめようぜって言ってるところは結構令和だけじゃないですよね。他の政党も言ってるわけだから、逆に言ったら権力が移ればインボイスに関しては廃止できる可能性はあると思いますね。なのでやっぱり政治が入れ替えるしかない、そういうことです。今の状況の中でなんとかならないかというのはちょっとハードルが高い話だと思います。だからこそ変えなきゃいけないと、そういうことだと思います。すいません、私がね総理大臣今やってたら明日からなしなんですけどね、明日からもうインボイスは廃止だってことになるんですけれど、申し訳ないです。ありがとうございます。まずインボイスの方の話を埋めさせてもらいたいんですけど、簡単に言ったら小規模事業者に対する消費税の増税なんです。で、小規模事業者もともとは年間の売上3000万円以下には消費税は免税というようなことがあったわけです。で、それが時代が変わって1000万円以下に変わったわけです。でもどちらも意味があるんです。どうして小規模事業者に対して免税にするのかって言ったら、大企業であるならばお金もあるし人も雇えるし、逆にいろんな事務作業が生まれたとしてもこれは回せるんだってこと。でも一方で個人事業主だったりいろんな人たちはこれ消費税の支払いまで加わってきたら、その圧倒的に多くなる事務作業だったりとかで自分の利益が減ってったりっていうことで、これ立ち行かなくなるね、潰れていっちゃうよこれっていうことで、ある意味でハンデをつけた。小規模事業者の人たちに対してその仕事をやってってもらうためには、彼らはこれ消費税っていう部分かからないようにしようっていうようなことが過去にあったってことなんですね。過去には3000万だったものが、これまでつい最近までは売上1000万円以下は消費税免税、免税店制度ってものがあったってことなんです。で、事実上これね、今も選べるっていう話になってんだけど、事実上これは選べるじゃなくて強制的に払わされるっていう状況に仕向けていかれてるんですね。どうしてかっていうと、例えば私が小規模事業をやってます、で取引先があって、私は、これ払えない、事務作業が多すぎて無理だから免税のままでいますっていう判断をして取引先がいたとしたら、その取引先は私とこの先仕事をしてくれるかどうかわからないんです。どうしてかって言ったら、私が払ってないという状況において取引をしちゃったら、こっち側に負担がかかっちゃうんですよ、取引先に。だから結局どんどん淘汰されちゃう、取引先が、というような不利益があるってことです。話戻ると、小規模事業者の方々に対してそういう負担を、インボイス制度っていうもので、負担を軽減してたものをお前も払えってことにしちゃったら、これ軒並み潰れていっちゃうことになるよって。どれぐらいの仕事の人たちが関わってるかって言ったら、ものすごい多い、500万から300万ぐらいの仕事の人たちが関わる話なんだってことなんですね。個人タクシー、演劇、映画、出版、イラストレーター、音楽、英語教室、生命損害保険、代理店、農家、建設、一人親方、さまざま、今小説を書かれている方もそれに入るということですね。で、これ何がしたいんですかってことなんですけど、こっから得られる税収は新たに2500億、600億程度。2500億、600億っていうのは、日本の感覚からいくと、国家の感覚からいくと、そこまで莫大のお金じゃないんですよ。絶対にそのお金を手に入れなきゃいけないっていうんだったら、わざわざここから絞り取っちゃダメなんですよ。速攻潰れるぜこんなもん。絞り取るんだったらむっちゃ儲けてる奴らいっぱいいんのに、どうしてそこから取らないの。もう一桁上げて取れるよその人たちだったら。どうしてここを潰れるところが出てきてもいいから、2500億600億をこいつらから絞り取ったろうぜっていう頭になったかっつったら、お前らちまちま商売やってるぐらいやったら社会に出て働けよって、安い賃金でなって。つまり何かって言ったら、安い賃労働者をさらに増やしたいっていう思惑があるんですよ、権力持った側には。失礼な話でしょ。どうしてかって言ったら、今挙げたような業種の人たちってこの国の文化作ってる人ですよ。そうでしょ。バカ売れしてなかったとしても、自分の作品を発表していきながら自分たちの周りだったりいろんなそれを愛してくれる人たちと、映画だったりとか小説だったり絵画だったりいろんなものでこの国のいろんな多様な面っていうものを作り出してくれてる人たちなのに、これ潰していくんかって。馴染みのね、すごくいいお店があってさ、美味しいもん出してくれてって、マスターは機嫌悪いんだけど出してくれるものは超一品だよみたいな店さえ潰していかれるんですよ、こんなことで。バカみたいな話でしょ。いいんだよお前らは、庶民はもうチェーン店でも行っとけよみたいな話なのかって。
チェーン店はチェーン店の良さがあるけれど、そういうそれぞれの地域に行った時にいろんな顔を持った、いろんなもてなしをしてくれる、いろんなお店があるっていうのは楽しみでもあるわけじゃないですか。本当に土足でズカズカ上がってきて、全員を安い労働者にしていこうっていう気が満々だなっていうふうに思うんですね。なのでこういうインボイス制度みたいなものは、やっぱりこれはもう廃止しなきゃいけないというふうに思ってます。消費税自体が一部の者たちに対する大減税、その穴埋めとして進行しているわけだから、消費税自体をやめなきゃいけない。それはもちろんのことなんだけれども、消費税全体をやめるということに時間がかかるんだったら、まずはインボイスっていうところを、これ潰していかなきゃいけない。そう思ってます。で、文化に関することなんだけれども、文化に対してこの国っていうのはお金かけないんですよ。コンテンツが生み出されるものに対して、これはお金をかけていくってことで、どんどんこれ育っていくわけですよね。私、映画の世界にいたんですね。映画とかドラマとか、芸能の世界にいたから、すごくびっくりしたのは、韓国に映画の撮影、2回ぐらい行ってるんですよ。長期間。数ヶ月と半年以上、1年近く、行ったり来たり、作品作るのにね。すごいんですよ。システムがってこと。みんな口々に韓国の映画人たちが言うのは、日本の作品は最高だよなって。過去の日本の名監督って言われる人たちの名前はいっぱい言われるわけですよ。みんな日本映画に憧れて映画作りを志したとか、いろんな人たちがいるから。でも、もう今や逆転されてますよ、はっきり言っちゃったら。その規模の大きさだったりとか。いろんなそのエンターテインメントっていう部分に関してね。で、もう完全にハリウッドスタイルの、日本だったら冷えたロケ弁とかそんな感じですよ。で、作品によってはバジェットが低すぎて、お金がなさすぎて、もう他弁出すのも難しいみたいな。そんな作品もあるぐらいですよ。でも向こう側で行った作品とかはもう完全にもう、その料理を作るトラックが来てみたいな。で、シェフがもうそれをちゃんと朝から、朝も昼食もよ、夜の晩ご飯まで全部作っていくみたいな。で、それをもう同じようなご飯をみんなでこう、ビュッフェスタイルで取っていくみたいなことがもう10年以上前から、完全ハリウッドスタイルみたいな形で、国が本気でその産業を育てるかどうかってことを、映画一本見たとし、映画一つ撮ったとしてもものすごく応援してるっていう。世界に対抗できる、世界と競争できるっていうものをちゃんと育ててるんですよね。一般社団法人芸術と創造が2021年度の文化庁の委託業、事業として主要国と日本の国家予算のうち文化予算について調査をした。文化予算の比較調査は日本、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、韓国の6カ国を調査。日本の2021年度文化予算は1145億円1145であり、この金額は他の5カ国と比較すると最も少ない金額ですと。フランス4938億、韓国3734億、ドイツ2745億、アメリカ2342億、イギリス2318億、日本1145億。クールジャパン、日本のアニメは世界の最高峰って、お前利用するときだけ利用すんなやみたいな。アニメーターの人たちも貧困状態にあるっていうことも放置しておきながら、利用するときだけ利用すんねんな、みたいな。もっと最大限に底上げしていくようなことをやっていけよ、文化に対してっていうのが私たちの考え方です。はい、すいません。